おっと、危ない。こうした信号のない小さな交差点での事故を防ぐための試みが、住宅街の中にある交差点。ご覧いただいてお分かりになりますように、こう結構見通しがですね良くなくて、でかつ信号もない、事故がとかヒヤリハットが今非常に多い交差点。4方向から同時に車が来ることも。信号機がないため安全確認を怠って、同時に複数の車が交差点に入ると重大事故につながりかねません。過去に何度もこの場所で交通事故が起きており、市としても何か対策を取れないか、そう考えたときにこのスマートモビリティインフラが最も有効な対策であると判断しました。豊田市と豊田通商などが共同で実験を続けているスマートモビリティインフラといわれるシステム。非優先道路を通る車や二輪車、そして歩行者向けに LED 表示板が注意を促します。左から車が迫っていれば右向きの矢印が、右から来れば左向きの矢印が表示され、どちら側に注意すればいいのかを分かりやすく知らせてくれます。上部にですね、カメラですとかライダーと呼ばれるセンサー等で周辺の交通状況をセンシングしてまして、ポールの上部につけられたセンサーやカメラが走ってくる車両を検知、その情報を LED 表示板に表示します。このシステムは車だけでなく歩行者も認識、近づくのが車なのか歩行者なのか一目瞭然です。そして他にもこんな試みが。車の中に取り付けられた特殊な装置、交差点に差し掛かると映像と音で注意喚起してくれます。現在市民およそ20人に協力してもらい実証実験中です。豊田通商などでは交差点のインフラや市民から取得できるデータを集約、より高い精度のシステムになるよう検討を続けています。事故が起きるメカニズムを解明するためのデータとして活用できますので、将来の事故ゼロ達成に向けて我々豊田通商としては真剣に取り組んでいきたい。次回、水素を地産地消、福岡市の挑戦。